はい、皆さんこんにちは。こちらにアガベちゃんがあります。コメントでですね、何度もアガベのね植え替え教えてくださいということが来てました。すいません、気づいたらうちのスタッフがもう植え替えやってました。はい、もう1ヶ月ぐらい前にねやってたみたいで、あ、これ折れちゃってるな。アガベちゃん、たくさん大きい種類もあったんです。もう出てしまってありません。はい、アガベですね。簡単に説明します。見てください。このアガベちゃん、斜めにこう落ちてますけど、これはね、やらないでくれと、わざとね、この形を残したかったので、このままにしてますけど、見てください。もう根はね、ほとんどこう、つながってません。ここね。でもね、ちょっと根がつくっついてるだけで、全然元気に育ちます。かなりね強いです。アガベ根はですね、何度も言いましたけど、ウォッカの原料ですよ。カナダとかではね、地植えですっごいたくさん、もう地平線見えなくなるぐらい植わってますよ。はい、でですね、もうやらないので教えますけど、これ植え替えるとするならですね、もうですね、この辺同じだったんですよ。これとこんな感じになってました。もうね、これね、この辺、この辺からパツッとカットします。カットしてるやつですね、もうブスッと突っ込むだけですね。差し込むだけで構いません。そしてね、これちょっと湿ってますけど、根がしっかりつくまでは乾燥気味でいいです。乾燥気味、ね、乾燥気味にして根をしっかりつけてあげます。で、よかったらですね、しっかりしまったねアガベを作りたかったら、やっぱりもうこれひょろっとなってますんで、どうしてもビニールハウスの中で育てると暑すぎてね、上に上に伸びるね作用が働いて、ちょっと徒長した感じになりますね。柔くも葉っぱも柔くなります。なのでよろしかったらですね、アガベ外にね出してあげてください。お日様ガンガン当ててください。寒さには弱いので、今のうちです、暖かいうちにですね一度焼いてあげてください。そうするとですね、この新芽から次が出てくるときは、しまったね可愛いぷくっとしたねアガベちゃんができますよ。こちらもそうですね、3つずつぐらい植わってますけど、これ1つずつ抜いても構いません。これ抜いてみましょうか。あ、もうくっついてた、もったいないね、ブツッと言いましたね。刺してるだけで大丈夫です。なんで3つ入れたのかな。これ抜いてね、1つずつにします。外で焼いてみましょう。これね、あ、そうだ、せっかくだからね、あ、これなんか種類が違うやつを3つ入れてますね。実験してみましょう。ここでいいかね。ハウスの中で育ったやつとこの日向で育ったやつのね違いを実験して検証してみましょう。こんな感じでですね、アガベのね植え替え、簡単です。もうカットしてね差し替える方が一番いいです。割とね室内で管理してたらね、徒長してふにゃふにゃになるので、今やったように、ね、日に出してみてください。宮崎とか鹿児島のね南国の方では割と路地とかに植えてあるので、しっかりとしたのがね生えてます。ちょっと寒さには弱いんで、この辺は大丈夫ですけど、でもやっぱり霜が当たったらね溶けてなくなるので、なるべく室内でね育ててあげる方がいいです。そして毎年毎年はねやっぱりちょっと厳しいと思うので、3年に1度ぐらいしっかりね焼いてしまったアガベを作ってあげると、もうこうやってね小株がどん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 この小さい鉢でも出てくるので、増やすことはね結構容易ですよ。もうここでカットしてあげてね、すると見てください、もう何個も出てますよ。手が震える、なんでだろうね、見てください、もう何個もね出てきてますよ。このちっちゃい鉢でも1、2、3、4、
は5個、ね、親株を合わせると6個入ってます。とっても簡単に増やせるのでやってみてください。乾燥に強いですけど、水ね、ある程度一回やって乾かしてあげてください。ほとんどやらずにね、ふにゃふにゃになってるアガベよく見ます。これもね、しっかりやってください。トラノオとかもですね、乾燥に強いですけど、見てね、シャキンとしてるでしょ。ほとんど乾燥に強いからね、水をあげてなくてふにゃふにゃになってるトラノオね、いますけど、アガベも一緒です。しっかりね、水管理してあげてください。はい、こんなところが簡単なアガベの植え替え方法と、まあ一応再生もかな。でもですね、とっても最近人気ですね。ついですね、5分ぐらい前もエクステリア屋さんがアガベありませんかと連絡が来ましたけど、本当注意です。毎回言いますけど、アガベお庭にね植えるのはおすすめしません。もうリビング雑誌とかね、いろんなお庭とかのあれ、なんていうのかな、南国の方のお庭のを見てね、ショッピングモールとかも最近こういうの多いですけど、霜にはね弱いので、今のうちはですね、綺麗でめちゃくちゃ珍しいね、こうボタニカルガーデンっていうのかな、いい感じになりますけど、冬場ね、悲惨なことになりますよ。なのでもしアガベを植えたいならですね、まあ、例えばこういうね茂った木のね下とかに入れてあげると、少しは霜が当たるのとかが緩和されてね、生きるんじゃないかなと思います。中のですね、芯が生きてたらまた次の年生えてきますけど、オーガスタよりはね弱いですよ。冬場ね植える方は、今からね植える方はですね、冬場アガベがなくなった時のことを想像して、寂しくないような庭作りをしてあげるとね、いいんじゃないかなと思います。これ何度も何度もね教えるけど、どうしてもアガベとかフェニックス、ロベリニーとかね、観葉植物植えたいというお客様が後を絶ちません。そしてね、エクステリア屋さんとかデザイナーさんは性質を知らないので平気で進めてきます。僕が言っても何度言っても言っても聞きません。どうにかなると思われてるんです。どうにもなりません。どうにかなった時はたまたまです。軒下とかね、ちょうどその木があって霜が当たらなかったりね、たまたま逃れたりするんです。でも言っておきます、これは僕は自信持って言えます、9割方ほとんどが無理です。熊本でも無理です。宮崎、鹿児島とかね、奄美大島、沖縄ね、そういう南国地方だったら大丈夫ですけど、それより上の地方はねほぼ無理です。皆さんぜひその辺考慮されて、やる人は覚悟を持ってやってください。まあ再生の方法とかおしめの方法をね知っていると大丈夫です。一番いいのはね、こういう鉢でねお庭作るといいですよ、ね、冬場中に入れて強いやつ入れ替えればいいじゃないですか、ね、そういう方法もあります。僕のチャンネルを見ている人だけの特権の知恵袋です。じゃあ皆さんぜひチャレンジしてみてください。今日はアガベの育て方と植え替えの仕方でした。実践はできなかったけどすいません。じゃあ今日はここまで、バイバイ。